はい、ハッソン心さんのインタビューです。本日のテーマは自殺について、自殺は良くないってこう世間的には言われておりますが、その点についてはいかがでしょうか。よろしくお願いします。自殺は確かにいけないよ。でも魂が熟練されたものしかそういうことは選んでこない。なぜか、その自殺をしたことによってキーポイントになって、他の他者のことの、他者が目覚めるきっかけとなるポイントになるから。だから自殺者は地獄に行くとか、そういったものはあるけど、そういったことはない。どれだけ、多分見てきた人はわかると思うけど、自殺してきてる人には大抵純粋な心を持っていた人たちが多いはずだよ。自分の身内にも自殺者、自分が知ってる限り二人はいる。もっといるけどね。二人とも純粋だった。すごい純粋だった。でも、彼らの寿命だった。それに気づくまでに、だいぶ年数かかった。だいぶ残されたものだからね。身内だから余計辛かった。でも、そのおかげで、すごく、彼らのおかげでものすごく変わった。命は当たり前じゃないんだって。命はすごく尊いものなんだ。で、彼らが生きていた証はこうやって語り継ぐことでずっと永遠と語り継がれていくっていうこと。だから死なない。だから自殺する人は悪い人、悪って考えてる人はいるけど、それは本当に悪ですか？彼らがいたからこそ何かを学べたことはありませんか？彼らからいろんなことを教えてもらわなかったですか？彼らは命を懸けて、自分の命を懸けてでも伝えたかったことがあるから伝えた。それは魂がすごく高くなければできないことです。だからといって自殺がいいわけではない。何のために生まれてきたんですか？生きる価値がないっていう人が多々自分のところにも聞かれることがよくあります。でも、生きる価値がないとはどういうことですか？じゃあ、あなた方はどうやって生まれたんですか？どうやってこの地球に生まれたんですか？なぜこの地球に生まれたんですか？
本当に生きるため、あ、本当に生きる価値がないんですか？あなたというあるがまま、ありのままの存在自体、価値がある存在なんです。だから、自分の人生、命ある限り、生き抜いてください。そのために、あなたは今、生かされています。酸いも甘いも、味わい尽くしに、いってらっしゃい。ありがとうございました。